はい、立憲民主党の落合之でございます、えー、大変ためになるあのお話をありがとうございます。えー、まずです、ねえー、私からは、えー、健丈先生からあ順番に4人の先生に同じ質問をまずさせていただければと思います。あの岸田総理の、まあ、経済政策といえば新しい資本主義。はい ということで打ち出していますが、まあ、それに対する感想と、それからまあ今回の予算案で、ここを改善すればだいぶ違うのにっていうところがありましたら、教えていただければと思います。 県庁参考人から松井参考人、宮本参考人、井出参考人とお答えいただきたいと思います。県庁参考人、はいえー、ご質問ありがとうございます、はいえーと。新しい資本主義ということで、あの私は基本的に重要な点、分配をしっかりやるというところに目を配ることがされたあの重要なことだというふうに考えております。 そして具体的なあの制度の中についても様々にあの取り上げていただいておりますのでぜひあの進めていただくといいのではないかというふうに考えております。えっとはいえとりあえず以上でございます。ありがとうございます。松井参考人。 ご質問ありがとうございます新しい資本主義という考え方は、私は賛成なんですっていうのは、常に資本主義のあり方とか、あるいはデモクラシーのあり方っていうのは、皆さんがそれを問い直すのが皆さんの仕事だと思うからであります。あの今回の予算の中身、えー、あるいは政策の中身をその私、つまびらかに承知はしていません、ある程度は拝見しておりますけれど、ただ思うのはです、ね、ちょっと本格的に新しい資本主義と振りかぶられる。 あるいは今、民主主義のあり方が問われていると振りかぶられる割には、やっぱり時間がまだ短かったのか、根源的なところに手がついてないんじゃないか、それはさこれからの課題だと思います、それはあの失礼ながら野党も含めて同じじゃないかなと思います。資本主義がまかり角に立っている、あるいは民主主義のあり方が問われているときに、例えば私がさっき申し上げたことの関わりでいえば、公務員制度、公務員の定年だけ延長してどうするんですか。 人々の公務に対する関わり方を根本から見直すべきじゃないですか。あれ予算の作り方。まあ、この、今回、あの、委員部の方から資料をいただきましたけど、まあ、財務省プロして作っていないのは分かりますよ。だけど、従来どおり、こう、薄く、こう、そいで、こう、政策的な経費に重点化する。全く同じ作り方をずっとしてますよね。だからさっきの私、井出先生のうん、ベーシックサービス論は、いろいろ私も思うところあります。 ちょっとそんなうまくいかないと、要するにサービスを誰が提供してどういうふうに効率的に、本当に国民が満足できるサービスが提供できるかっていうのが、自然に保障されるわけではない。だから、そうだとしたときに、だけれど、ああいう考え、井手先生のような考え方もある中で、どのように負担と給付の在り方を抜本的に見直していくのかみたいなことを、やっぱり議論していただきたいし、まあ、それをされるにはおそらく時間がなかったの。 と思いますこの12月までに予算を作るというのはね、ですから、そこはぜひあの与野党を含めて参議院選挙はありますから、堂々と議論をしていただいて、得てしてマニフェストなんていうのですねもうこれ、僕らの責任でもあるんですが、マニフェストって信用できないっていうものの代名詞になってしまって、国民にですね何かやっぱりもっときちっと日本の問題点と我々だったらこういうふうに解決するよっていう、解決のあり方を競うというふうな政治にしていかないと、うちらのキャンパスは、 あの問題解決のキャンパスって言われてて、問題解決の,その一番トップに立つ国会議員がなじり合いをしててどうするんですかっていうのが、いつも先生言うけど、あなたが所属してた世界ってだめですよっていう、こんなんじゃわれわれの世代から言うと、なじり合いばかりしてても役に立たない、お互いに意見聞き合って、根本として何を変えるのかということを提示しなきゃだめですよと言って、よく学生にいじられてる立場で申し上げさせていただきました。ありがとうございます 宮本参考人、はい、新しい資本主義ということで、資本主義を、えー、分配に戻ってですね、えー、問い直そうという、そのスタンス自身はあの歓迎すべきものだというふうに思っております。で問題はあの、どこにポイントがあるかということでありますけれども、あのわ例えば若い人でですね、あの いい暮らしが待っていると信じている人は本当に少ないというふうに言われております、つまり自分の将来に対する期待がない状態にあるわけなんですね、で分配に関して、えーとえー、経済の好循環ということを考えて、非常に心配なのは、例えば親世代はです、ね、これ、現役の年齢の人たちですけれども、 子供の教育と自分の老後のためにお金を使うことができないで。とにかく貯めなければいけないというふうにしております。えっと、10万円もらえば、10万円を全部残し、残そうとしますよね。教育と老後のためです。それから、えっと、高齢者は今、ちょうど年齢的に、えー、相続の問題で、非常に相続相談が活況を呈していると聞いていますけれども、高齢者が何を考えているかというと、 子どもや孫の将来が不安で、少しでもお金を残してやりたい、こういう発想になるわけです。ですから、年金生活になってもです、ね、多少なり余裕があれば、年金も含めて貯金をしようとしております。で、これではです、ねえー、と好循環は起こるわけがない、ここのところにメスを入れるようなことをしないと、新しい資本主義にはならないというふうに思います。まあ、その点で あの、えー、こうやっていけば、日本の社会の中で、それなりにの生活ができるんだという。えっ、ー、と、明確で具体的な展望ですね。これを示せるかどうかということが問われているのではないかと思います。ありがとうございます。最後に、いで、参考人。ありがとうございます。えっ、ー、とですね、あの、今回の予算を見てまして。 まず一つには、例えば介護士、看護師、保育士等の給与の引き上げが行われました。で、さらにはあの、国庫債務負担行為を利用して活用して、単年度主義の弊害を是正すると。で、さらに申し上げれば、これは予算とは少し離れますが、最賃の引き上げについてもかなり意欲的に、えー、首相は態度をお示しになっているようにお見受けします。で、これら一つ一つ素晴らしい政策だと思います。 でかつ、今回の首相演説にもありましたように、市場原理主義からの決別を明確におっしゃっている、これは素晴らしいことだと思っています。ただし、残念ながら、これらの施策はすべて、安倍政権の中で実は実施されていた施策であったことを認めざるを得ないと思います。従いまして、ここの政策が優れたものであることを認めた上で、新しい資本主義かと問われるならば、そうではないというふうにお答えせざるを得ないと思います。一方で、えー、今回ですね、私申し上げましたように、 お金を配るという発想だけではなくて、例えば大学の授業料や医療費や介護の自己負担や、そういうサービスにまで切り込んでいくことができていれば、もっと広範に、もっと効率的に人々の暮らしを保障することができたように思います。そういった議論がなかったことを非常に残念に思っています。この際、もう一言だけ申し上げたいのですが、 税に関する皆さんのイメージを変える必要があるとさえ思います。新しい資本主義を語るのであればですね。と申しますのは、例えば、えー、朝日新聞の世論調査で、朝日は消費税に非常に厳しいデータが出ますけれども、えー、2019年10月の増税前には、反対が54%だった。賛成は39%だったと思います。ところが、増税後ですね、納得してますか、増税に、とアンケート調査をしたところ、 納得しているが54%、そうではない、納得しないが4割、見事に逆転したわけであります。消費税というと、人々の痛みが大きい税とすぐに観念しますが、そうではなくて、受益がきちんとあると、養蜂の無償化、低所得層向けの大学の授業料の無償化、この受益と負担のバランスで国民は判断をしている、この辺の観念、理念の転換も非常に重要なポイントになってくるように思います。以上でございます。 お知高君はいいありがとうございますあの今、最低賃金への考え方が出てきましたが、健庁先生に伺えればと思います。あの労働移動が、まあ、重要だということもおっしゃって、えー、いらっしゃいますが、まああの、今、非正規雇用が4割ってことは、最低賃金に左右されている方がかなり多いわけです。これちょっとずつ是正を 正社員に、まああのえー、賃金の高い正社員になるべくなってもらうということが重要だと思うんですけど、同時に最低賃金については、まあ、どう考えておられるかを伺えればと思います。さん公認、はい、ありがととうございいます、はいえーっと そうですねあの労働市場の中で、えー、非常に重要な考え方として、えー、柔軟性と保障と、えー、その組み合わせが重要であるという考え方があります、つまりフレキシビリティとセキュリティ、えー、それは相対するものではなくて、両者を上手に組み合わせることで、えー、労働市場、人々が意欲を持って働き、生活も守られていくという、そういった考え方です。 でそうした中で、えー、それをベースに置きながら、そのちょうどいい組み合わせですね、えー、労働移動も含めて、えー、必要なあの産業があり、一方で衰退していくところがあるとすれば、えー、労働者の生活を守りながら、いかに次につなげていくのか。 ととというところが重要になると考えておりますでそのためには、あの職業訓練とか、えーまあ、人への投資ということで、今回の予算でも入っておりますが、そういった点は重要だと考えます。また、最低賃金についても、これはあの労働者の生活のために上げていくというところはあの重要かと思います。 でその上げるペースそして目標こういったものをしっかりと議論して進めていくそうすると先の見通しが立ってきますので用意もできていくということだと考えております以上でございます。落合貴之君はいありがとうございます。あとあの宮本先生に伺えればと思います。あの就職氷河期に 世代についいての,あの記述もございました私もあのその世代の最後の方なんですけれども、やはりあの同窓会をやってもです、ね、ほとんど正社員がいないと、地元でやってもですね、というのがあの現状です、でも学校卒業してから20年ぐらい経っているわけで、一、えー、回も正社員として働いたことがない人たちもたくさんいます。 あの今までのと同じような職業訓練ですとか、そういう感覚でやっても、そういう職業訓練は数年間が空いてる人のためにやったりするわけですので、なかなかあの難しいものがあると思います。これ、就職氷河期世代の問題を抜本的に解決するための有効な政策っていうのはあるのかどうかについて伺えればと思います。 宮本参考人、はい、どううもありがとうございましたあの現在、就職氷河期世代に関しては、あ厚生労働省等がです、ね、就職氷河期対策ということで、各地でやっている状態ですけれど、あのその、えー、状況というのを先日、えー、聞く機会があったんですけれど、何があの、えー、っとネックになっているかというと、非正規雇用等で、 えー、不安定な状態で働いてきた方々は、えっと、空白はなくずっと働き続けているけれども、まあ、非正規であった人たちですね、この方たちは、えっと、企業がです、ね、非正規雇用の人に対しては、えっと、本格的に、えー、トレーニングをしなかった、つまり表面的なことだけで,です、ね、終わらせて使い続けてきたということでありまして、40代になって、 就職氷河期対策ということで、国としてはあの正社員化ということが目標になっておりますけれどもの、にわかに正社員にするということが非常に難しいということなんですね。でそういううい意味で言うと あのやはり非正規雇用の使い方というものを、もっと本質的なところで,です、ね、あの見直す必要があって、非正規雇用であっても、きちんと育てられるで、チャンスがあれば正規雇用にも変わることができる、あるいは非正規雇用であってもです、ね、正社員並みに働く能力が持てていると。 いうようなことをあやらない限りはです、ね、ちょっと景気が悪くなって、非正規雇用が増えて、その方たちが中年になると、その人たちに対して何かやるといっても効果が上がらない、そこにあの問題があるように思っておりますす以上です落合高之君、はいえー。もう一つあの、宮本先生に伺えればと思うんですけれども、これ、先生の,あのいろんな文章、 読んでときに、コミュニティから孤立してしまっていると、貧困層が、という、お金だけの問題じゃない問題も、何十年か前と比べるとありますよということでございます。あの他の先生方も、コミュニティの重要性というのは、日あの陳述されているわけですけれども、これ、具体的にですね、コミュニティをあを再生していく。 まあ社会保障の意味でも再生していくには、どういう手をですね行政とか政治が打っていくべきだと思いますでしょうか宮本参考人。ありがとうございますあの。コミュニティに関しては、えー、例えばこの間、まあか、過去20年の間で見てみますと、あの全国的にはです、ね、多くの,あの支援団体ができてきて、20年前とだいぶ違ってきていると思います。 で一番の課題は、えー、一番最先端でですねあの、えーと、サービスの必要な受け手に対してアプローチしているのは、えー、と非営利組織だと思いますけれどもあの、非営利組織だけで課題を解決できるわけでは決してなくて、あのいかにしてです、ね、公的な機関と手をつなぎながらやれるかっていうところにあると思います。 あるいは財源的に言えば、民間の企業がどれだけそのコミュニティづくりに参加していただけるかということが非常に重要だというふうに思うんですね。でそういう意味で、コミュニティは、えーは官民の、えー、と連携ですねで、によって取り組むことが非常にこう重要だと思われます。先先ほど井出先生が あのアクセスの問題をあの言われておりましたけれども、いろいろな制度があっても、アクセスできない人々の問題っていうのが、現在の困窮者層の増大の中で、えー、目立っているわけですけれども、そのアクセスを保障するためにもです、ね、その連携プレーによる、そしてあの、えっと、人への対人サービスですね、そこの部分を地域の中に密に作るという課題があるのではないかと思います。 ありがとうございましたお君、はいえー、では次に飯田先生に伺えればと思いますあの。住宅はかなり重要で、これからの日本のです、ね、社会保障にとってあの、かなりの重要な論点になってくると思います。で具体的にです、ね、あのどうするかです、ね、例えば昔は東映住宅とか、いっぱい作っていたわけですで今は空き家もあります。 あと、民間に借りてもらって、家賃補助を入れるっていうやり方もあると思うんですけれども、一番効果があるやり方というのは、具体的にどう考えられているか、教えていただければと思います。井参考人 ありがとうございます、えー、っと公営住宅、あのヨーロッパでは社会住宅というふうに申しますが、はどうしてもその社会的スティグマがつくという問題がございますね、所得審査があり、で時にはあのずっと同じ服を着た人が出入りしてると、あれ、公務員がいつも着てるぞ、これ、生活保護利用者だなっていうようなことがばれてしまうようなこともやっぱりあります。ですから、そうではなくて、家賃支援、家賃補助を軸にすること。 そうすることで、えー、貧しい人たちが自分の住みたい場所を選べるようにしてあげるということが非常に重要だと思います。えー、併せまして、えー、空き家のお話もございましたので、例えば自治体がその空き家を借り上げてですね、でこれを低所得層に対して安価に提供していくようなやり方もあるかもしれません。えー、これからは今までのようなこう公営住宅をつくってで、そこにこう貧しい人たちを押し込めていくと。 いうようなやり方ではない手法を目指すべきではないかと考えます。以上でございます。落合貴之。はい。あの、今日は勉強になる話をありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。これにて、落合君の質疑は終了いたしました。次に、裏の。